はい、どうも皆さんこんにちは、カイタです。お久しぶりです。久しぶりすぎてなんかランク上がったのかな。あんまりね、なんか最近闘技場行ったりとかしてないんで正確には分かんないですけど、で今回ですね、ちょっとクエストがすいません、もうちょっとクリアしちゃってるのがあるんですけど、まあ、残りやっていきたいなと思っております。でこれから最後の方にですね、パズドラ結構神話のキャラとかが多く出る作品でもありますので、そのキャラね、何人かこう説明していけたらなと思います。まあおまけ要素みたいな感じなんで、興味ない方もね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあやっていきましょう。何がやろう、下から行くか。フェラウルズコリ、まあ、僕は基本いつものこのパーティーですね。まあ、キラーは僕結構すぐ変えるタイプなので、バンドリングすごい使ってます。時間が経ってうまくなったかなと思って、そこのね、少々とね、間違いですよ。全然、これもいいですけど。すごい好きなんですよね。なので、まあ、その説明とかに、ね、していけたら、まあ、ただの自己満ですけど、僕が楽しいなと思ったのでやることにした次第でございます。声とかちっちゃいと思うんですけど、編集でどうにかします。夜だったらあんまり言っても声出すんで。全然ダークミネルバって言ったの。はい、じゃあここもですね、普通にギミックとか特に何もないので、クリアします。じゃあ次、サクサクいきます。ゼウスマッキュリーですね。ゼウスマッキュリーってどれだっけ？水？水か。なんか陽気な BGM でも何でも抜かしてくるんだ。僕、編集アプリのキネマスター使ってるんですけど、どうなんですかね、キネマスターなんかあんまり良くないっていう人も、確かにね、なんか、編集がしにくくなってるんですよね、アップデートで。それだけ、キレイだなっていう感じで。結構いろんな実況者さんがやってるようなパズドラ、僕自身ができないっていうのと、
このメリットが分かってないですね、正直僕。ステージ数どんどん上げていく。何を話したかし、何を話したかな。僕カズドリア自身かなって、敵の意志全盛期だけどっていうのが始まったんですよ。これがあったから何だっけ、あの水の回復重視消しが増えたので、その後はなんか頑張ってミルククリアしてミルク使ってたんですよね。エイナちゃんも考えるんですけど、スフィンクスの間です。あの倒しちゃいけないとか、コンプないといけないとか、ミルク回復重視重視消しなんで、ここに水あるじゃないですか、こうこうやんないといけないんです。9×9 が埋まっちゃうんですよね、回復を中止して。そのせいで、ちょっとコンボ君のが下手になってますよね。私見てたらちょっと質問なんですけど、みんな学校とか行けてるのかな。今ちょっと違う仕事に、あの短期雇用で、やってます。そういうことも、ね、できたら話したいんだけど、多分まだダメなんだよね。多分っていうかダメだって言われてるので、どうしようかな。2個ずつやっていこうかな。2個ずつやっていくってなったらここどこだろう。と残ってるのが6なんでちょうどいいですね。はい。なんでじゃあ今回ここまでにします。で、今回ですね、お話しするのはちゃんと後で作りますので、ぜひご視聴ください。そして、この動画がもしよろしかったらチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。じゃあねー。ナーガとは、インド神話に出てくる精霊もしくは神様のことです。上半身が人間、下半身が蛇の姿をしています。細かく言うと、ナーガはオス、メスはナーギー、ナーギニーというらしいです。その性質は人間と同じく多種多様で、毒にも薬にもならないやつはいません。エキドナとは、こちらはギリシャ神話に出てきます。れっきとした怪物として描かれており、怪物の王、キュポーンの妻です。ケルベロスやヒュダラ、キメラなどを産み落とし、怪物の母とも呼ばれております。キポーンが封印されると、息子のオルトロスとの間にも子供を作ります。ネメアの獅子、スフィンクス、スピンクスなどです。最後は怪物たちを倒した英雄、ヘラクレスとの間にも子供を作ります。怪物を多数産み落としている点で、ティアマトにも近いかもしれません。